白煙戦得意なんだかな、勝率 10% くらいだけど。ヨムさんのヨムさんのね、7つの大罪来ましたね。7つの大罪、強欲、強欲とか、強欲だね。匿名は得意なんですキャラ性能、キャラ性能嫉妬、フンヌフンヌがね、このキャラつまんねえって、フンヌこのキャラつまんねえって、色欲とかね、レイチェルかわいいとか言って、あ、気持ち悪い。俺キャラあんまないけど。キャラない、あんまないんだ。あんまないっすか。俺どっちかというと今可愛さだったらスラッシュの方が可愛いと思う。まあ多分、いや、あの属性的に同じですけどみたいなね。バックステップから2位を差し返して、踊り始める、直下されて2位からインフレのリバイダー、6位ダントレタハビス見えている。あー、めんどくさい、やっぱりね、裏から来られるとめんどくさいですね。1800、はい、入りましたね。あ、つながらない。ヘルズフォン、グー画面端、投げ、投げ通った。ベリアルチ、ラッピキャン、バースト読んだために、殺しきれなくなり、昇竜切り返してバースト強要。あー、展開が早いですね。昇竜拳、やっぱり空中ガードの後の空中昇竜忘れがちですよね。さあ、一本選手は、港ラグナですね。6B 見えない、昇竜拳から、これは美味しいダメージが、これいいダメージが入りますね。もし昇じゃねえや、ヘルズファングでした。3000ぐらいかな。さあ、ここはノエルも慎重に行きたい。ジャンエクタイクからジャンディーと落として踊って踊って、まずか中段が見えない。あー、バーストが、あー、これはひどい人になっちまう。踊って踊って、ブルームトリガー 6C6B ドドドドドンから、長すぎだろこのキャラ。どうする、投げたのはラグナー、ガントレットハーです。ボディから投げたのはラグナー、投げしかしね、これは殺せない。あパレットレイン、ちょっと欲張ったか。一本取り返す U の L。 さあ1-1、1-1ですね。A からダウンを奪って、チャンバーでダウン、ジャンシー、うん、このジャンシーがね、ほんとね、ほんと強いんですよね、これがね。てか今のジャンディーはうまかったな。ドドドドドン、あー、これ熱波ダメですね。緊急剣磨いダメです、これは。西安定だからな。そうなんですよね、これ熱波なぜ枯れんだよな、あれでな。あー、三振、まだ助かるが、 6B スカリに踊って、うー、今度は見えない。あの後の辺なんかめんどくさい、読み合いがめんどくさいんですよね、あれね、裏に回られたね。バレット対、ノエル、バレット対ノエルってどうなんだろうな。まあ、でバレットがもうね、いないんすね。最初は結構いたんですけどね。あ、俺もバレット最初ちょっとキャラ替え考えてた。あ、マジっすか。え、なに、プラチナがいいとか言って、つまんなくてやめた。あー、勝てなかったか。勝てなかったか。いや、でバレットはやっぱり知らないと危ないと思うんですけどね。そう、ワンチャンあるキャラ、タイプのキャラだと思うんですけど、ただまあ、いかんせん相性がね、この相性ゲーの中で生き残れるほど上位のキャラではないということですね。あ、けど 2B とかやっぱ持ってる技は強いんですけどね。強いんですよね、判定自体は割と強いんで。あー、投げを食らっちまって、これは、助かるかな。切り返しが、もうタッピングシェアが本当にタッピングシェアだけなんです。まあでもある分だけマシだと思うんですけどね。このゲームはあの切り返しが本当ゼロのキャラはね、厳しいと思いますよ。ゲージ吐かないとダメなキャラだ。そうそう、バクステか、うん、コパンか、昇竜か、まあどれかがね、あればね。お、これワンチャン、まだレベル1なんだよな、これけど、オーバードライブがあれば。ここで発動、バッチリーが入って、リフレットピッチャーから投げて、ゴーシーフリットシュート、若干やつじゃないのか、ドーンから、これは調皮が入っていく、これワンチャンスをもぎ取っていくのはマダーバレット。あー、このキャラ強いな、最強あるわ。何がキャラパワーが足りねえだお前。さあ、見事な逆転勝ちから、バーレットが波に乗りたいが、踊りを食らってしまうが、リスクが低い。ロケタイク、うまい、うまいですね。
ドドン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 。6ミ見てる。あるんだ。あるんですよね。ありありですね。ついついね技出したくなるんですけどね。ドドドドドン。緊急ケミを取って6ミが見えない。これは死ぬかな。これは死ぬな。ああ固定1500。1500か。これが痛いですね本当ね。さあ1本取り返すのはユーノエル。11。これ発動。開幕から使って、まあ終盤でもう1回バレットは1個は溜まるんで使うのは全然ありですね。プレッシャーがやっぱ段違いですからね。ヒートがあるとナイトでは。おうまい。ジャンディル拾って、とりあえず1にしよう。ゲダンガード、しかしゲダンはガードして、はい、強引にユーリフレームを取ってゴシールたくっていく。あーなぜかと思った。あーこれ痛い。あーけど2挟んだから、2挟んだから、まあまあ良心的なダメージになるが、ここでレベル1。あこれレベルをゼロに戻してしまって、あれはねもうフリーフレームがでかいんで技出しちゃうんですよね。あれも意外とあの後 5D の最速 5D の読み合いがあるから結構めんどくさい。あるんですけど無敵技安定になっちゃうんですよね。あよノエルだと 4D じゃないの。ノエルだとそうなのかな。狭間だったらあそこもジャイクでいいよねってなるんですよね。投げ食らう、フリーズシューター。あーこれでやっぱり粘着のね固めは技の判定が強くてなかなかね返しづらいんですよね。さあ勝利したのはマドバレット。そうですね、ジャンプ C、2B。 さあ出てくるのは武藤スゴロク。あーこれ 4人目武藤武藤スゴロクといった瞬間ね、武藤スが目を輝かしてこっちを見ていますね。仲間になりたそうにこっちを見ていますねさあラグナー・バレットも殴り合いですね、これもね。ジャンシー、ここは痛い。うん、引っ取らない、ちょっともったいないですね。こうやってレベル上げる機会を失っちゃうと結構ね、その後のリターンがだいぶ変わってくるんですよね、このキャラ。あー、ここはスターバーナーはちょっとやっぱ難しいな。ジャンディ・ベリアル見えないな。ベリアルじゃねえや、ハーデス西。うん、フリーフレームがでかいのでこすり負けてしまいますね。ズファング、下段をしゃがみで食らってしまって、はい、マダをデッドスパイク。昇竜拳3000ダメージ。もうちょっと流れが悪くなったか。強引な中段かな。なんかまだレベルが1なので、まあこのぐらいですね。ここでおー漏れた。意味ねえぞとおめえだよみたいなねからドーンで落として、まだこれはあれ最速反応で CD 出たら最強だった。最強だった。あこれガスカって、これはバー、それ早い、早かったこれは、あーあーロックがガスカってドーン。これ強いっすよね、最強。これは強いですね、やっぱり最強だったからね。このあそこで待ってるだけでね、うん、あそこで待っ、レベル2の状態でやっぱ輪っか出されるとすごいめんどくさいんですよね。確かに、うん、あー5時カドロクシーでごまかして技を出さないと食らってしまいますね。あそこになんか飛び道具をさせるキャラとかはやっぱり有利なんだと思うけど、うん、あーこれはうまい。このデッドスパイカーさんがまたやらしい。攻めていく、ゴーリーデッドスパイクをリクレットキャプチャー逃げていく。走っていった、昇竜拳ガードされてしまって、投げは使って、あっとここでデンジャーだが 2D で差し返していく。ここはレベルを強引に上げますね。あ、上げる前に走っちゃった。これレベル1を維持したままってことか。あジャンシーを食らってドーン投げてポーンポーンポーン。あー見事なキャラ対策、勝利したのはマダバレットですね。悪面バレットはどうなんだろうな。おっと見たことがなくて何も言えない。ザゴですザゴです。マダオさん白面とかザゴです。お前のキャラ選択が間違ってると。投げ、まあ、ゲージを吐かずに、まあ、この締めですね。
先ほど TRF 道場を展開して TRF 道場が展開していきなり殺す。いつの間にかオレンジ色になっているが、いつの間にか体力赤くなってるんだけど大丈夫。いつの間に7000も体力減ったのこれ。めんどくせえこれ。あー、ここはゲージを吐いていく。さあこれは使っていくが、あー、無情のジャンプシー。さあオーバードライブないですね。オーバードライブを使って、まあ逆にタックはかけれるけど、まあやっぱり一発、まああの状況じゃしょうがないですね。さすがにね。2秒差し返して、ジャンディ、ここはレベルが上がる前にバーストすればもう一回触る必要が出るんでね。うまい、ドンドンで落として、ゲダウンゲダウンゲダウンで崩れてしまう。確認できてますね。さあこれでゲージも溜まって体力も奪われて面倒くさくなる。6ビ飛んでいった。6シッタッチボディをずっと溜めている。あーこれ溜まりました。あー面倒くさくなってきた。アギとジャンディ当たらない。あーレンカー、これは入れっぱつぶし。あれはな、早い展開で下段のみで殺していったのは PR ファミですね。今なんかスライド椿、スライドレンカスライドレンカでしたね。スライドレンカ飛びたくなるんだよなさあここで対象戦出てきたのは、婚活バルケンですね。婚活バルケンですね。セクシー、さあ白面バルケン、白面バルケン、さあどうする開幕走っていく。あーっと下段が沿ってバスト、バスト早いですね。最初に使えばバルケンは体力、あの火力が低いんで最後の方でやっぱり、殺しきれなくて溜まったりするんですよ。お、珍しいもん見た。 6D が当たるですねあーっと当て身から、てかいつの間に体力減ってんだこれ。いつの間にかオレンジだな。いつの間にか赤いんだけど端まで行って、当たらない。エンマがスカったところに裏から狼立ち火で下段が上りジャンプ C が前に行きすぎて当たらない。 D しか押してない。さあもうなんか擦ってましたね今ね、立ち火にし当たらないでももうこうなるとやばいやばいやばい。あーここであれ殺しきれんのかこれ。これは殺せないかな。あ、釣り行動が参ります参りますあそこで挑発、あそこで手袋あそこで手袋をはめ直すっていう新しい行動がね。手汗せ手汗せ手汗せ手袋をはめ直したかったんですね。ジャンシー、あー噛まれてしまって、このまま、まあこれならまだ運べないか。三振、これは惜しい。2億三振ジャンエで拾えなくて三振、これがめんどくさいなぜ拾えるし、投げ抜けて三振、素晴らしい。 あのタイミングで立ち火させないのかよさあどう、あ動きが速いバルケンを裏から掴んで、あーゲージが切れる。だがバルケンのターンが続けば続くほどゲージが回復してしまう。このじいさんいつの間にラップ覚えたんでしょうね。あー当たんなかった。ロケー、違う、崖になった。あー使って、まだあーとエース長いからこれグダグダを制するのが上手すぎた。勝利したのは婚活勢。負けられない身の上でな。